皆さん、こんにちは。今日は N4 の文法のクラスです。この〜何々みたいを勉強しましょう。では,は、初めにちょっと単語を勉強します。えっ、ー、と、この漢字読み方わかりますかこれは家と電ですね。これで家電と読みます。家電というのは家にある電気のものです。 これですね。じゃあ、ちょっと4つ紹介しますので、見てください。はじめに、これです。これは何ですかあの、これは、こう、ビールを、<laughs> ビールを入れるものですね。これ、冷、冷蔵庫ですね。冷蔵庫。はい。じゃあ、次です。これは何でしょうこれは、この、服を洗うものですね。 洗濯機ですね。洗濯機。はい。じゃあ次です。これは、その、はい。<laughs> 掃除をしますよね。から、えー、掃除機と言います。最後がちょっと難しいんですけど、これは何ですかこれはこう、部屋の空気をきれいにします。空気はエアーですね。空気をきれいにします。これちょっと長いんですけど、 空気清浄機と言います。空気清浄機。今、空気清浄機もとても人気ですね。はい。なので、これ覚えてください。いいですかでは、今日の文法に行きます。じゃあ、はじめにこの文を読んでください。このスマホは大きいですね。タブレットみたいです。 このスマホは大きいですね。タブレットみたいです。はい。<laughs> おばあさんがスマホを使っていますねで。大きいですね。タブレットみたいです。と言っています。何々みたいというのは、あの、このもの、まあ、このもののようです。というときですね。まあ、この意味ですね。 で、今日のみたいは、このナウンプラスみたい。これの使い方を勉強します。で、みたいはいろんな時に使います。なので、いろんな意味とかいろんな使い方があるんですけど、今日はこれですね。あの、本当じゃないけど、えー、これはこんな感じですね。これのようですね。という時ですね。 で、えー、このスマホは大きいですね。タブレットみたいです。このタブレットみたい。ここがナウンプラスみたいですよね。で、これタブレット、ここにありますけど、it's like a tablet ですね。で、本当はタブレットじゃない。これはポイントです。今日のポイントです。これはスマホですよね。だから本当はタブレットじゃないけど、タブレットみたい。 <laughs> ということですね。今日のみたいはこの練習です。いいですかじゃあちょっと文を見てみましょう。はい。このスマホは大きいですね。タブレットみたいです。はい。これ今大丈夫だと思います。このスマホのスクリーンは大きくてタブレットみたいです。いいですね。いいスマホですね。<laughs> じゃあ次です。 このノンアルコールビールは美味しいですね。本当のビールみたいです。このノンアルコールビールは美味しいですね。本当のビールみたいです。ノンアルコールビールって何ですかビールは美味しい、美味しいビールですね。<laughs> ノンアルコールビールは、あの、アルコールがゼロのビールですね。それがノンアルコールビールです。はい。この人がこれ飲んでいる、これはノンアルコールビールですね。だからビールじゃないですね。本当のビールじゃないですよね。でも、とても美味しくて、本当のビールみたいです。いいですね。<laughs> はい。じゃあもう一つです。これ感じ。 覚えてますか ?PS5 は空気清浄機みたいです。空気清浄機覚えてますかこのレッスンの初めにちょっと勉強しましたね。そあの、掃除機とか冷蔵庫とか洗濯機とか空気清浄機でしたね。 <laughs> はい。PS5 は空気清浄機みたいです。でもちろん PS5 は空気清浄機じゃないですけど、なんか白いし大きいし空気清浄機みたいですよね。<laughs> はい。では、文を作ってみましょう。今日の文法はこれですね。ナウンプラスみたいで、本当じゃないけど何々に見えます。 何々に感じますというときですね。では、たけしさんは何々みたいです。ね、どんな文が作れますかたけしさんは何々みたいです。はい。ではえ、レッスンで私の、えっと、私のレッスンのときにみんなが書いてくれた文をちょっと紹介します。たけしさんは猫みたいです。<laughs> 猫ですね。猫みたいです。もちろん、たけしさんは人ですね。猫じゃないですけど、たぶん、たけしさんはかわいいですとか、たけしさんはたぶん、昼寝が大好きですとかで、猫みたいです。はい。あとは、たけしさんはかっこいいです。スペイン人みたいです。 いいですね。たけしさんはかっこいいです。スペイン人みたいです。<laughs> いいですね。はい。こんな感じの文章ができました。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。じゃあ最後にレビュークイズをしましょう。このチョコレートは見たいです。このチョコレートは見たいです。答えはどれでしょう いいですか正解は一番です。ペンみたいです。ペンというのは名詞、ナウンですね。で、その後何も、なとかのとかでとか何もなくて、ペンみたいですというふうに使います。 はい。では、えー、今日のレッスンはこれで終わりです、えー。私のレッスンと、あとパトレオンについても、よかったらウェブサイトを見てみてください。では、今日もありがとうございました。